いつもご視聴ありがとうございます。 MVP コールを起こるも大谷翔平、4打席目は空振り三振、投手としては6回途中5失点で8勝目逃す。7月14日エンゼルススタジアムでのアストロズ戦、大谷選手は8勝目をかけて2番投手兼 DH で先発出場。先発マウンドに上がるのは4日の敵地パドレス戦以来9日ぶり。大谷選手は第1打席からレフトヒットを放つなど5打数2安打のマルチ安打を記録しましたが、5回94球5安打5失点7奪三振4四死球で8勝は達成できず、7対5でエンゼルスが敗北しています。大谷選手は1回を無失点、続く2回も三者凡退に抑える好投を見せていましたが、4回表に同点とされると問題のプレーが5回表に1点を勝ち越されて迎えた1アウト2塁の局面で起きてしまいます。大谷選手はアブレイユ選手をサードへの平凡なゴロに打ち取りますが、これをレンヒーフォ選手がお手玉でエラー、その後のカバーも緩慢で一気にタッカー選手が本塁に生還しています。右手中指の割れた爪と豆の影響もあってか思うように投げきれず、マウンド上でもクソッと F ワードを用いて漏らしていた大谷。それだけに打ち取れた当たりを弾かれた軽率なレンヒーフォ選手のミスには両手を膝について嘘だろと言わんばかりの表情を浮かべていました。カリフォルニア地元紙オレンジカウンティレジスターのエンゼルス版ジェフ・フレッチャー記者も自身のツイッターで、レンヒーフォは試合から下げられたようだと速報し、彼はエラーした時に懸命にボールを追いかけてミスを挽回しなかったと批判。ベースポーツ専門メディアジアスレチックのエンゼルス版サム・グラム記者もツイッターで、彼はエラーを犯した後ダグアウトを去ったとレンヒーフォ選手が試合から退いたことを伝えました。6回先頭のジュルクスをフォアボールとすると、大谷選手の状態をネビン監督とトレーナーが確認。大谷選手は計5失点で降板が決まりました。打者では1回ワンアウトの第1打席で初球の内角高めのストレートに詰まりながらもしぶとくレフト前に落とし、後半戦初ヒットとすると、5回ワンアウトの第3打席真ん中高めのストレートをレフト前に送り込むヒットを放ち、5打数2安打で試合を終えました。大谷選手の今季打率は3割0分2厘、本塁打32、打点71、打数341となっています。久しぶりの試合で大谷選手が力投するも、足を引っ張るようなエンゼルス守備陣の拙い守りが連発。日本のツイッターではエンゼルスの守備がトレンド入りする事態となり、大谷がかわいそうとの声も上がっています。ネット上では、典型的な草野球のような守備、少なくともこれでプレーオフに行けるレベルならメジャー自体大したことないよね、大谷選手がいなかったら成立しないチームだし、いるからこそ勝ててきたようなもの、大谷さんは勝ちたい、でも大谷さんの気持ちは大きいけど今のチームではそれも無理か、個人的には WBC で見た熱い熱い大谷さんが見たいし、大谷さんの体がどこまで耐えられるかも分かりませんが、頂点を目指すなら移籍するべきですね。レンヒーフォのエラーは話にならんけど、野手は無駄な進塁失点を与えすぎ、高額年俸の選手たちは怪我で休んでばかりだし、大谷選手の一人相撲のような試合にイライラしましたと、ファンからは大谷選手が移籍するべきという意見や、大谷選手以外のチームのプレー内容がひどいという手厳しいコメントもありました。今日の試合では負けてしまいましたが、12日にはオールスターにも出場した大谷選手、打席に立った時にはなんと相手チームのファンからちゃんとと呼ばれる声援が飛び交いました。この異例の事態に対戦相手からも驚きや称賛のコメントが届いているようです。それではその内容を見ていきましょう。 4.5 万人に口説かれた大谷翔平、球場を包んだ地響きに相手は感銘、ホームランなら会場爆発。11日のオールスター戦、エンゼルス大谷選手が打席に立った際に沸き起こったカムトゥーシアトルの大合唱は大きな話題になっています。この球宴を支配した大合唱に MLB 公式サイトは、シアトルに来て大谷オールスターゲームでマリナーズファンに口説かれると発表。さらに
マリナーズファンはあまりに大きな声を出して主張したため、その声はFOXの中継をジャックしてしまった。と球場を包み込んだ大歓声を紹介しました。この日対戦し、大谷を空振り三振に打ち取ったサック・ギャレン選手も、大谷ちゃんとに驚きを隠せなかったようで。観客は彼についていて、スタンディングオベーションが起きて、会場は大盛り上がりだった。とコメント。そして、ここで彼にホームランを献上したら、会場が一気に爆発してしまうという感じだった。と投球に相当の集中力が必要だったようです。また、本拠地移転問題に揺れるアスレチックスのブレント・ルッカー選手も、二刀流が醸し出す空気に感服した一人のようで。4万5000人の会場のファン全員が彼らの街に来てほしいと思っているのを知るのは結構粋な気分だろうね。あれは本当に粋な瞬間だった。チームのファンが贔屓のチームへの情熱を表した例だった。だからこそ野球、そしてスポーツ全般は特別なんだ。と大谷がもたらす影響力の大きさを称えました。ネット上では、あの打席、一部でチャントが始まり、それが一気に球場全体に伝播し、シアトルに来ての大声援となって鳥肌が立った。もちろんファンだってシアトルの可能性が低いのは知ってのことだろうが、大谷さんへの最大級の賛辞が地元シアトルファンのあの言葉に昇華凝縮されたのだと思う。後半戦、遠征の先々であのようなちゃんと旋風が起こるのかも。ひょっとすると大谷選手はシアトルマリナーズに移籍するかもしれません。イチローがいたチームだからね。日本人の大谷選手が移籍するのは自然なこと。それにニューヨークヤンキースへの移籍は 100% と言っていいほどないでしょうね。理由は簡単で、ジャッジ選手の不正疑惑が解決しない限り、彼が最も嫌うであろう不正疑惑があるために、ジャッジ選手と同じチームで野球をすることはないからです。アメリカ人が最も移籍先として可能性があると思っているのはドジャースでしょう。でも契約金が6億ドルだろうが何だろうが、大谷選手は金額で移籍先を決めたりする選手じゃないと思う。とファンは大谷選手の移籍先にふさわしいチームはどこなのかと悩んでいるようです。またお金だけで契約をしたりしないと、大谷選手の人間性を称えるコメントも多数上がっていました。そんな大谷選手の恩師である栗山英樹監督、オールスターゲームで解説も務めた栗山監督が、大谷の WBC 出場に関してある思いを語っています。ああ、本当に来たこの人みたいな顔。メジャー行きを表明していた大谷翔平を強行指名した裏側。 WBC で日本代表監督を務めた栗山英樹監督が、日本ハムファイターズ時代に大谷選手を獲得した際の裏話を、トンネルズの石橋貴明氏との対談で語ったことが話題になっています。石橋は栗山監督に、大谷君が当時メジャーに高校からチャレンジするからドラフトで指名しないでくださいっていうのを指名しましたよねと当時の状況に触れ、ちゃんと日本ハムで育てていった方がいいっていう自信があったわけですかと直球の質問を投げかけました。それに対し栗山監督は、僕は熱闘甲子園で翔平と接点があったんですと大谷選手の話をあらかじめ聞いていたことを明かし、メジャーリーグで活躍したいと彼は言っていたので、だったら日本で何年かやってメジャー契約でアメリカに行った方が絶対に近道、そして絶対的な信念が僕にあったので彼なら分かってくれると称賛があった上での指名だったと説明。石橋は、でも大谷君の表情硬いですよねと指摘すると、栗山監督は、めちゃくちゃ硬いですと認め、石橋は、ああ本当に来たこの人みたいな感じでねと大谷選手の胸中を推察しました。また石橋からの、どこでこれはいけそうだという突破口をという問いかけに、栗山監督は、最後の最後まで 50-50 でしたと明かし、どっちにも転ぶ可能性はあったと思いますと当時を振り返りました。さらに石橋が日本ハムファイターズ時代に大谷選手をドラフトで獲得した話を展開。栗山監督は、あの時来るという連絡をもらった時には本当に嬉しかったですけど怖かったですねと意外な本音を吐露。来るとなった時に
本当に二刀流をやって世界に羽ばたかせられるのかという責任が生じる。だからあの時は嬉しかったのは一瞬だけで、その後すごく怖くなり、本当に大丈夫なのかと、とてつもないプレッシャーだったことを振り返りました。さらに5年で大谷が日ハムから離れた際に、もう二度と大谷翔平と野球やらないと思ったことを告白。石橋が理由を尋ねると、高明さん、あの素材を預かるって野球界の宝以上の宝ってわかるじゃないですか。一緒にやっていて怪我させたら僕が命取られてもすまないと赤裸々に胸中を語りました。ネット上では、なんだかんだ言って今の二刀流の大谷選手がいるのは栗山監督がいたおかげで、栗山監督しかできなかったと思っています。大谷選手も栗山監督がいなかったらここまで来てないかもしれない。まさにバッテリーのような存在です。当時の大谷選手は日本野球界の至宝であり、しかも二刀流に育てるというプレッシャーはとてつもなく大きくのしかかってきたと思う。でも栗山監督がそれを成し遂げてくれたからこそ、大谷選手という原石が磨かれて世界に大きく羽ばたく驚異的な二刀流選手になったと思うし、感謝しかありません。栗山監督は WBC でも良い選手を選ぶ人選力に優れ、またどうすればその選手たちの才能が生かせるかという起用法も優れ、そして選手たちの才能を最後まで信じ切ったことで優勝という頂点に上り詰めたと思う。大谷選手のメジャーへの道を切り開いたのは栗山監督だろうねと、ファンからは栗山監督に対する感謝の声があふれていました。そんな大谷選手は今季も MVP をはじめ様々な賞の受賞が期待されています。それでは今後どんな功績を獲得する可能性があるのでしょうか。大谷翔平が3年連続ベスト MLB プレーヤー選出、ジャッジらを抑えスポーツ界の栄誉を獲得。スポーツ界のアカデミー賞とも呼ばれる ESPY 賞の授賞式が12日ロサンゼルスで行われ、ベスト MLB プレーヤーにエンゼルスから大谷選手が選出されました。そんな大谷選手は昨年と一昨年の ESPY でも同賞に選出されており、3年連続の受賞。昨季はベスト男性アスリートとのダブル受賞でしたが、今年は1部門の受賞となりました。2位にはホワイトソックスのルイス・ロベルト選手、3位はレイズのワンダー・フランコ選手と、そうそうたる選手が大谷選手の後に名を連ねています。米放送局の FOX スポーツはツイッターで、前半戦の各リーグのサイ・ヤング賞、新人王を投票形式で投稿、ナ・リーグ MVP はアクーニャ・ジュニア選手、ベッツ選手、フリーマン選手、キャロル選手の4選手の選択肢が挙げられましたが、続いて投稿されたア・リーグ MVP は4択すべてが大谷翔平。 FOX スポーツからは、こんなことしてごめんなさいという言葉が添えられていました。このように他に候補がいないほど圧倒的な活躍を見せた大谷選手。投稿に対してファンからは、同意、翔平大谷と翔平大谷で迷う、難しすぎる、選べない。大谷が史上初の MVP1 位2位3位を獲得する選手になる。これは迷っちゃうな。選択肢大谷さんだけじゃんと楽しむ声が寄せられています。ネット上では、マイク・トラウト選手の3回受賞と並びましたね。3年連続受賞はバリー・ボンズ選手と大谷選手だけの偉業、素晴らしいです。早くも歴史上の人物になりつつありますね。3昨年のグランプリに続きまたまた受賞おめでとうございます。4ベスト MLB プレーヤー受賞。ただ去年受賞したベストアスリートには今年 MLB からジャッジがノミネートされているという不思議。打者として大谷より成績良くても、投手と大谷より成績良くても、大谷より偉大ではないもんな。二刀流は規格外すぎて誰も勝てないよ。大谷選手しかないなんて、なんというパワープレー。ここまで日本人が称賛されナンバーワンとして認められることも珍しい。これからも日本の誇りをその二刀流と大谷スマイルで世界に見せつけてくれと、ファンは大谷選手の異次元の活躍と人気に熱狂している様子。また、大谷選手の存在は日本の誇りだという意見もあるようです。あらゆる賞を総なめにする大谷選手ですが、その去就に関して
米記者がある発言をして話題になっています。大谷翔平移籍先の筆頭候補はヤンキース、米記者が見解、喜んでその代償を払うだろう。米メディア ESPN のバスター・ゴルニー記者がロサンゼルス・エンゼルスの大谷選手について言及し、ニューヨークヤンキースが移籍先の最有力であるとの見解を示し話題になっています。もし大谷選手がエンゼルスと契約延長しなかった場合、シーズン終了後にはフリーエージェントになるわけですが、他球団へ移籍した場合の契約金はなんと史上最高額の5億ドル以上とも言われています。そのためロサンゼルスドジャースやニューヨークメッツなどの金満球団が大谷選手の争奪戦で有利な立場にあると考えられています。しかし大谷選手が FA になる前にヤンキースがトレードでの獲得を狙う可能性もありそうで、なかなか先が読めないのも事実。これに対しオルニー記者は、昨日球界の関係者と話したが、ヤンキースが潜在的に最もモチベーションが高いと見ているのは間違いないと感じたと発言。さらにゲリット・コール、アーロン・ジャッジ、ジャンカルロ・スタントンはまさにキャリアの絶頂期にある。今がヤンキースの勝利のチャンスだ。大谷が加わればヤンキースのローテーションは非常に強力に見えると、大谷選手獲得はヤンキースにとっても重要だと持論を展開。さらに左打ちのスラッガーにとってヤンキースタジアムは有利だ。もしエンゼルスから大谷を獲得できる場合、ヤンキースは喜んでその代償を払うだろうと語り、ヤンキースが一番意欲的に獲得に動くと考えているようです。そんな出費を惜しまないとの見解も示されている。今シーズン中のトレードについての関連報道が絶えない大谷選手。そんな中、ザ・ゲームデイ MLB もツイッターでトレード先としてヤンキースが最も意欲的だと紹介。大谷選手を含めたヤンキースのラインナップを添えて投稿し、反響を集めているようです。さらに ESPN で記者を務めているオルニー氏の報道を引用する形で大谷選手のトレードに言及していて、想像してみてください、ヤンキースのラインナップ with 大谷翔平と題した画像とバッティングオーダーも添えてツイート。ファンからは歓喜の声が届いているようです。豪華なラインナップに海外のファンから、ヤンキースどうかこれを実現してください、これが実現した日に翔平のジャージを買うつもりだ、ジャッジと翔平が申告敬遠されて3対2で勝利するといったコメントが寄せられました。その一方で、大谷選手をトレードで獲得するということはただで手に入れることじゃないということ、分かっている、ヤンキースが大谷とトレードするとしたら彼らはこのラインナップの何人かを料理する可能性が最も高いといった現実的なコメントも見られました。そんな MLB の今季トレード期限は8月1日に迫っていて、残り2週間と数日でどのような動きがあるか、大谷選手の去就に注目が集まっています。ネット上では、ジャッジの復帰が不透明なヤンキースなら残り数ヶ月でもそれに代わる大砲が欲しいかもしれない、大谷選手が二刀流でやってくれば鬼に金棒だし、問題は大谷選手がヤンキースでどんな立ち位置になるかだね。今年の個人タイトルもリセットにならないヤンキースならエンゼルスよりはいいのでありですね。ただその後の長期契約にサインしてもらえるかがヤンキースとしては重要。大谷選手をちゃんと抱え込めるか。大谷選手獲得は超一流ピッチャーと超一流バッターを獲得するわけだから超お得だが、止めておくことが難しい。ヤンキースに大谷選手が行くのは嫌だけど、彼のためになるなら我慢できる。ただ気になるのは熱狂的なあまりマスコミもファンも手のひら返しがすごいから気にはなる。まあ大谷選手はプロ中のプロ、しびれるような緊張感の中でこそ彼のパフォーマンスは遺憾なく発揮されると思う。よく考えてみると今年のエンゼルスは終わった感じがするし、ヤンキースはありだね。投手力は大谷が入ればかなりいけそうだし、打線も化学反応が期待できそうだし、メジャーを一段活性化するにはとても面白い。ヤンキースは活躍してる時はいいが、不調になるとファンや記者からありえないくらい叩かれるから、そんな大谷は見たくない。今は投打ともに素晴らしい成績を残してても、この先どちらかが低迷するわけで、
その時に温かく見守ってくれるファンがいるチームが大谷には合ってると思う。と、大谷選手のヤンキースへのトレードを歓迎する声がある一方、反対する根強い声もある様子。オールスターへの出場、エンゼルスチームの不調、トレード問題と、何かと話題に事欠かない大谷選手。今後の進路はどうなるのか気になるところですが、大谷選手自身もオールスターの会見で語っていたように、まずは怪我なくシーズンを終えてほしいですね。あなたはどう思いますか？